神社で撮れた心霊映像がヤバすぎる。この時、終戦後の節目にあたる年であり、多くの参拝者が訪れたのだそうである。撮影やめてください。初老の男性とおぼしき霊が警察官の体をすり抜けるようにして現れ、やがて忽然と姿を消してしまうのである。これは浮遊霊の姿である。果たして霊はどこへ向かっていたのだろうか。